武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間90分で大問が5題出題されております。こちらの問題に関しては、選択問題、記述、論述、それぞれ出てくるような形と、なっておりますが、論述の量は、割と、書くもの多いので、論述練習しっかりしておく、必要があります。で、問題そのものの難易度はそこまで高いわけではなく、センターまでの知識でもある程度戦えるとは思いますが、ただ論述をしなきゃいけないということ自体で難易度が上がる部分はありますので、こちらに関しては国公立標準問題集キャンパスなどを追加して、論述や、図示の、問題などを対応できるようにしておきましょう。どの問題に関してもですね、基本的に先ほど言ったようにそこまで難易度が高いわけではないですが、範囲がまんべんなく出る、という点と、国公立の形式、という形になりますので、対策をしていないと解けない問題というのは割とあります。なのでそこの対策を、怠らずですね、しっかり解き切って、点数になるように練習を心がけましょう。以上が、生物の勉強となります。